スノーキーこと小手川幸也です。今回は、ファミコンのうるせえやつらラムのウェディングベルを、20年ぶりぐらいにやってみたいと思います。ジャレコさんの名作です。ちょっと難しかったイメージがあるんですけど、どうでしょうか。はい、頑張るちゃということで、なんかカタカナでね、出ましたけども、確かね、上に上がっていくんですよね。何も取らずに上に上がっていってクリアできるのか、できるのかどうかというところがちょっと全然覚えてないんですけども、下からこれ上がってきてるのは火の海ですね。多分時間が経つとね、これがどんどん上がってきて焼け死んでしまうと思うんですけども、早速ちょっとピンチですねこれ。おお、無事に一つ上の階に上がって、このタコみたいな敵はちょっとうるせえやつらっぽいんですけど、これなんでしょうね、このハートに羽がついたようなね。はい、ここもまたエスカレーターを上がります。さっきもしかしてエレベーターって言ったかな。大丈夫ですかね。なかなかね、アニメの方も人気で、まあファミコンでゲームがされても、お、なんだこれは、なんか取った、お、何が起こったのか、うわー、くっそー、何が起こったの今のは。あれを取ったことによって、うわー、どうなってるんだこれは。うわちょっとまたリベンジしたいと思います。